仏念、それは君が見た未来、僕が見た希望。いやー、切な系好きだよ。早速で思うんやけどさ、絵柄変わってるやん。なんか花札チックになってる。なにこれ、章が変わったけん新しいなったんだとしたら、あれじゃん、あの人形の時に一回見とけばよかった感じがする。もったいないことしたな。こんな感じでイケメンくんが後ろについている。お、なにこれ、最初のお役は8月の札と9月の札の2枚で作る、なんて読んこれ、月見酒がいい、簡単に揃う。黒い人影がおるやん。なんだよこいつら、役なし。え、ああ、なんかいろいろ教えてくれるんじゃ。でもね、多分それ花札の話なんだろうけどね、俺花札知らへんの。だからさ、そんなこと喋られても、なんじゃこーりゃか、なんじゃこーりゃとしか読めねえ。わかったか。あ、え、ちょっと待って、お前、え、お前また出てきたんか。あ、人間だ、珍しいな。うわ、真っ黒な人。やっぱりだよ出てきてくれたんだね。次元の蝶は鏡の音量に続いて仏念世界にも出てくるんだね。しかもここ君のホームグラウンドじゃないか。やったじゃないか。影だからね、真っ黒で当然なのさ。シゲの蝶と赤髪の怨霊でも出てきて、第3弾の仏念世界にも登場してくれましたよ。あ、黒い人影くん、ここで何してるん。あっちにいる2人の勝負が終わるのを待っているの。そうなんか。そうだ、暇だから花札しよう。どっちでも相手になるよ。ごめんな、うちやり方知らんよ。すまない、僕も目が見えないから花札では遊べないんだ。そうなの、つまらないな。二人の勝負はいつ終わるん。あと10年後くらいかな。あっという間だよ。あっという間じゃない、全然あっという間ではなかったそんなにかかるん。リンちゃん、それ騙されちゃあかんよ。普通はそんなにかかるんじゃなくてさ、そんなにかかるわけねえやろバカ野郎って返すところだ。そんなにかかるわけないわ。うちはそんなに待てへんよ。いや、だからかからんの、かからんの、そんなにはかからんのよ。花札ってそういうゲームじゃねえから。周りの葉っぱを一枚一枚数えているのね。あっという間に時間が過ぎるよ。途中でどこまで数えたか忘れちゃうけどね、楽しいようち早く帰りたいからのんびりしてられんのよ。帰るって外の世界に。無理無理、ここは入ったらもう帰れないから。見ての通り出口がないからね。そんな、大丈夫だよリンちゃん、きっとなんかいい方法があるはずだよ。そうやね、まずはやるだけやらんとね。僕ケンベルコ好き、リンちゃんって言うんだね。うへっ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 。カギさんも一緒にここから出よう。変態発言なんか気にせずに優しい言葉をかけるリンちゃんが僕は好きです。葉っぱ火災中だから今はいけない。お話しならできるから困ったら来てね。おお久しぶりやな。おお、こっち向いてるやん何これ、梅の札。あ、花札に梅とかあるんだ。がすぐに消えてしまった。なんじゃそれ、え、なに、なんでついたん。ちょっとなにこれ、ここはどんな場所かな。ゆきじくんに聞いてみるって言えばいいけどさ、もう展開が早すぎるん。聞く、この香りは梅だね。ここは2月のお札のお使い。鳥の羽ばたきが聞こえる。ウグイスがどこかにいるはずだよ。いや、おるよ普通に近くおるよ。それなら近くにおるよ。あ、そうなのめいめいアピールするなや、見えるんだろうどうせ。
ウグイス、ウグイス、ウグイス探しする？何それ、やってみようじゃん。久しぶりの遊び相手で嬉しい。ちょっと待ってね、今仲間を呼ぶから。さあ何匹？メジロです。ウグイスと似てるでしょ。今から隠れるからウグイスを探してね。メジロを選んだらやり直し。どうぞ。こいつか、こいつなんかな、こいつなんかな。当たり、やった、一発で当たった。よっしゃ、いいぞいいぞ、今日運いいちゃうんか。遊んでくれてありがとう。花札になった。ウグイスが花札になったのかい。この動物は花札の化身なのか。持っていていいんかな。今のウグイスはリンちゃんに持っていてほしいから花札に変化したんだと思うよ。どんな考え方やねん。そうなんか、それじゃあ連れてってあげよう。よっしゃ、とりあえず手に入れたんじゃ。がすぐに消えてしまった。何この音。もうここは用なしかな。よっしゃ、2月終わり。あ、これもう完全に分かったんですけど、これでさ、簡単に分かるんちゃうかな。もう時計やもん、これどう考えても。2月のところ、札のところが、これ時計でいう2時を指しとる部分がね。うーわ、めっちゃ簡単。つまりこれ4時だわ。4月かな。あれ入れんの。あ、入れ入れ、正面じゃないとダメなんで。何これ、ここはどんな場所かな。この香りは藤だね。ここは4月の札の世界。ホトトギスがいるはずだよ。そうなん、見当たらんよ。あれ、本当だ、気配を感じないな。もう花札に姿を変えているかもしれないね。木に衝撃を与えてみよう。てかここにあるけど。ピクだったんか、で消えたんかよ。木ね、これか。あれ、あ、これ別の方法を考えるって、蹴飛ばしてみるって言われたのに。いい方法は思いつかんな。とりあえず他の場所でも行ってみる。いい方法が見つかるかもしれないよ。まあ、その前に一つ目の方法やってないけどね。おら、うちの力じゃダメなんかな。ちょっと待って、リンちゃん、この前あの人形の里のところでさ、大きい人形の頭蹴り飛ばしたん忘れた。あの時の脚力活かせよ。あんなん蹴飛ばせるのにこの木は揺らせんとか、どういうこと。子供の力だと厳しいかもしれないな。いやー、ゆきじくんは知らんとは思うけどさ、この前人形の世界行ってさ、りんちゃんさ、大きい人形の頭、もう大玉転がしぐらいのでかさがあるやつを蹴飛ばして転がしたんよな。それ考えたら揺れるどころかへし折るぐらいのキック力はあるんじゃないかなとは思うんやけどな。ホトトギス逃げるな、それ。おらんのかな、調べるもん特になしか。ってことはもう一つついとったっけ、先にそっちを済ませろってことかな。8月、8月15日の午後12時。絶対午後12時じゃないな、これは。鈴木の揺らぐ音が聞こえる。ここは8月の札の世界。まあそうだろうな。満月が出ているはずだよ。他には、なんて読むこれ、がいたりするけど気配を感じないな。ここからだと満月は見えへんな。でも、奥に続く道があるから進んでみよう。多分さ、満月が見えたらさ、この狼男くんは本当に狼男になるんじゃないかなって思うんやけどな。大丈夫かな。お、うわぁ、大きな櫓やな。え、櫓があるのかい。僕の知っているのとは違うな。うん、すごく高い。ごめん、僕高いところが苦手なんだ。そうなん、それじゃあここで待っててな。リンちゃんは高い場所平気なの。うち高い場所好きなんよ。そうなんだ、羨ましいな。まあこんな感じで上に上がってみるよね。あ、ちょっと、なんかあった、なんかあったのに取ってない。なんとかに満月を手に入れた。
なんて読むんだい。これは何？松焼きのキエル。まあだろうなとちょっと思っとったけどね、正直。あれあれ、うん、あ、右に押しとけば OK のパターンだったな。よし、全員入れたよ。さて、次はどこかな。まだ4月の解決法が見つかってないけん、他のところ9時で行きます。9時でないわ、9月で行きます。おお、なんか哀愁漂う。菊の匂いがするね。ここは9月の札の世界だな。まあ何月かももう大体分かっとるけどね。どこかに酒を飲む、なんて読むこれ、なんとかがあるはずだ。もう読めへん。うち子供やし、お酒はまだ飲めんよ。いや、飲まなくってもいい。飲まなくいいよって何飲まなくいいよって、飲まなくていいよじゃない。この9月のなんとかは特殊な札なんだ。なんとかってどんなん。大きなつぼみや普通の菊しか見当たらんな。大きなつぼみが怪しいな。簡単には開けないと思うけど、何か方法があるはずだよ。これか。大きなつぼみは閉じている。あー、とりあえず適当に調べてみれば何かあるんかなぐらいの感じで思うときはいいでしょう。思うときはいいでしょう。青タン。いや、え、なんで開いたん。え、ちょっとなんで開いたん今。青タンってが何もかもわからんし。あー、青タンって短冊だったんじゃ。青い短冊で青タンだったんじゃ。なぜ省略する。で、キックになんちゃらっていうのを、ね、入れて、このワールド終わりか。おう、1月ついてるやん。え、1月鶴がいるはずだよ。鶴おるけどさ、1月って鶴なんや。知らんかったもん。これは鶴は木登りが得意なんだ。それも初めて聞いたわ。いや、多分鶴を普通木登りできんのだろうけど、このゲームだけは特別的な感じかな。鶴なら3匹おるよ。ん、僕の知っているのは1匹しかいないはずなんだけどな。3匹のうちに1匹だけ花札の化身がいるはずだ。探してみよう。お前、キューン。うわ、そう、やめとく。くわー、やめとく。ぐわー、何これ。声の出し方でちょっと変わってくるもんな、化身かそうじゃないかって。だいたいさ、どうやって見分けるんって。なんか見えよる。え、なに、なんだい。こっちの木を登るのは大変そう。ああ、なんか木を登れるだけなこと言おったもんな。ここは適当で行くしかないのか。化身だろ。なんか化身って言うたら強いイメージがありますから、この力みなぎるやつじゃないかな。よっしゃ来いや。おー、ついてきよる、ついてきよる。これでセーブしたら、おー、ちゃんとセーブされてる。おるやないですか、3人目のメンバーですよ。登ろうぜ。鶴さん、登って。おー、力みなぎってる。え？右。あーお。なんか落ちたな。当たりだったよ。綺麗に当たってしまったよ。当たりすぎてバッドエンドだったらちょっと見逃しとるところや。元気なやつ行ってみよう。登れ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 。じゃあ取ってこい、行ってこい。え、右に行って取ってこいじゃない、これ。ちょっと待てー。お、なんか白木のボソってなって落ちてきたんやけど。なんだ、ちゃんと仕事してくれるやないか。よかったよかった。やった、赤い短冊やって。ごめんな、お前弱そうやもん。連れていけるんや、それで。まだやってくれるんや。
時間がかかってる。あれ。鶴は怯えている。鶴さん無理に登らせちゃってごめんな。降りてきていいよ。無駄になっちゃった。そんなに怖かったんかな。こんなことある。登りきらへん時あるんや。じゃあ今回はこの辺で時間も押してるんでね、ご視聴ありがとうございました。See you again.